あとは出てくる。悲しいな。もう転まる前で脱出してないっていう。すごい。やべえな。こんなの落ちとる。めっちゃ反応してる。ここにも遅れずにそう。ここにも遅れずにそう。あ、そっか。月曜か水曜があんねん。摩擦ゼロやったら逆に滑らないような気がするんやけどな。力加えたら滑るかもしれんけど。
そういうこと。 BGM がちょっとうるさいな。もう座っとる席が反対方はもう帰っとる。せっ。コミュニティ上がらんかったら絶対お前の話は聞かんねえぞ。が来ようかな思ったら、この丸が止めたの。学校に行きたいって言うから冗談で先輩たちに話してたんだけど、理事長が即 OK しちゃって明日から高等部2年生ってことにね。マジ OK ってあの人いいのか。コミュニケーション負荷の高い場所での活動が興味深いとかって言ってたけど、ま、いいけどさ、結構似合ってるしが、可愛いんじゃね。風花さんに装着していただいた学園用迷彩は完璧であります。想像以上に似合ってますよ。あれ誰も特別なんて思わないんじゃないかな。でもなんで学校なんかに。何もないですよ多分。2学期の開始を受けて日中の活動を合わせたいと考えました。私だけここに待機していては任務に支障をきたします。よって同行を申し出たであります。任務に支障ね。むしろいた方が支障出るっぽいけど。至らないところは順次改善を図っていくつもりであります。俺も連れてけ。学校に行くと言っています。じゃけそ。コロマル、さすがにあんたはここにいて。フォーメーション、フォーメーション、トランスフォーム。うわ、トランスフォームできるのに。コロマルめっちゃかわいそう。ミツル、コロマル用のトランスフォーム作ってくれ。
いや、てかもうバレバレだろ。ああ、違うか。あまりに立ち寄ってきますね。ステルス機能でイカつけてくれ。ミラージュプロイドでいいよ。俺も連れてけ言うとは思わんが。全国のコロマルファンの方、お待たせしました。今からコロマル無双で、ああソウルキャリバーであえてなんかいろんなキャラ作るの面白くなる。バキューお願いいたします。アイニスさん、珍しいお名前ね。生まれは外国なのかしら。他に特級職は人型戦術兵器、なんかの間違いね。この書類見たもの聞いたもの全てが正しいなんて思っちゃダメよね。席は空いてる、そこにしましょう。おー、よかった、隣や。え、先生、そこは空いてんじゃなくてたまたまサボってるだけなんじゃ。そんなのいないのと一緒よ。そこ使ってください。いいかしら。この場所なら歓迎であります。私の一番の大切はいつでもこの人のそばにいることですので、ちょっとアイギス、何でありますか。ゆかり、なんで立ってんの。あら、お隣同士仲の良さそうね。でも授業中はちゃんとけじめつけなきゃダメよ。音ならんようにしとけよ。めっちゃプルルルって言おうやん。帰りがけに校門で待っている。
一緒に来てもらいたいところが。何ブルーアイズホワイトドラゴンのカードもらいに行くのか。事情が変わった。悪いが今日はノーと言わせる気はない。ああ、お前が使ってたものだ。新しい敵が現れた。俺たちと同じペルソナ使いだ。別に興味ない。話はまだある。俺たちの仲間に入った。どういうことだそりゃ。適性が見つかり、イクツキさんが認めた。今のあいつはペルソナ使いだ。なんてこった。一つだけ聞かせてくれ。仲間になったってのはあいつの意思か。なあ、自分から志願してきた。そばにいねえとな。お前が現場を仕切ってるってやつだな。聞いておきたいことがある。お前は何のために戦ってる。そうか、はい、俺はすべきことをするだけだ。俺の部屋まだ空いてんのか。こいつなんていうの、名前なんて書いとったっけ。みん最高っす。後ろから見たっす。L2 か L2 の下しゃがめるかな。あまたくんポツンしとる。腰の位置あれか、結構上の方まで持ってきたんか。
あれ教員が去った行っちじゃないか。あれとかってまた手に入らんのかな。かぼちゃのやつと。お前か。ヘビーアクションロングコートウエスタンブーツデッドエンドとカウンター普通にはそこやから。瞬火力か。え？ボンドとかなんかあるかな。木魚でくれないやろ。ジドリ、この前の怪我、あれからどうした？え、あれ？傷は？跡もない。意外と軽かったのか？純平はさ、何をしてる時、自分は生きてるって思う？え、さあな、息してる時とか？つか考えたことね。ジドリはやっぱ絵描いてる時か？
ようかな。こんなの全部ただの落書きだし、自分のことなんてわからない。あれあれ順平、あああれやつな、ちょっと首曲げた時クサッと曲げて。そっか、隣行っか。いやいや危ない危ない危ないって俺さ、実は一個だけあんだよね、充実してっかなって思える。まあなんつうか正義のヒーローをやってる時かな。危ないって。今日と明日の間にある誰も知らない時間、そこは選ばれた力を持つ者だけの戦場。影の怪物から人々を守るためヒーローは今日も戦い。まあそういう感じでさ、充実の瞬間っすよ。鼻で笑って突っ込むとこだぜ、冗談。それあなた一人で戦ってるの？おいおい真に受けんなって。誰も知らない時間の中なんでしょ。なら誰も知らなくて当然じゃない。誰も知らなくて誰も褒めてくれないのに戦ってるんだ、偉いね。ちょっと見直した。そうかな、こんな話信じてくれちゃうとは思わなかったな。ねえそれもっと聞きたい。なんか不思議だよな。まあいいか。じゃあこれ、ペルソナって超能力みたいのがあってさ、それ使えるやつだけが怪物を倒せんだけど、誰でもペルソナ使えるわけじゃなくて、だから選ばれた何人かで戦うしかない。仲間はダチとか先輩でさ、こう見えても俺入ってからは連戦連勝なんだ。楽しそうね。順平が来てから連勝ってことは、順平はチームのエースみたいなもん。まあな、リーダー的な役割ってとこかな。とりあえず俺がいないと始まんないって感じ。作戦始まったらみんな俺の指示で動くんだ。結構ありがとう順平、楽しかった。そっかでももう時間、また明日会いたいな。また明日か。よし。あぶねえな、あんなお前右側座ったらダメだろ。ふざっていくぞ。ワンセットモノパトンか。あ、使うことないと思うけど。With me, da 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 da. You got.
回ぐらい、あ、入ってからもう2回も来たの。帰って。Thank you.